お疲れ様です。お疲れ様です。今日、うん、あれスーツですね。そうなんですよ。どうしたんですか。いやちょっとカッコつけようと思ってそんなビジュアル撮影ですね。あ、さっきね、はい、開幕戦のね、うん、うちの画像が入ったと思うんですけど、なんかあのこのスーツ買ってから筋トレしだしたじゃん、はい、もうパツパツね、ここ、はい、もうギリギリね、これ以上上がんないね、はい、うん、早く脱ぎたいですけどね、はい、だけどまあ監督ってみんなスーツ着てるからな。まあそうですね、うん、今日が普通っていう、うん、今日の試合なんですけど、うん、対戦ではマーヴェリックさん、はい、っていう過去2試合全部負けてますよね。そうなんですよ。1回目負けた時はあの大雨の時だよね。そうですね、うん、で2回目負けた時はあのちょうどね、ヒロ前健太ケイ、はい、新加入選手全部同時起用みたいなデビュー戦みたいな日で、うん、でどっちも見返してきたね。しっかり今日はあの、まあ、リベンジというか、うん、うん、トリーグに向けても弾みつけたいですねって感じですね。そうですね。敗因って今までどんな感じの敗因だったんですか。雨の方の試合は、まあ、決めきれなくて、うん、でその中で守備の原則を守れない瞬間を疲れて相手の技術も高くてやられたみたいな、うん、で、2個目の試合の時には、左の攻撃パターンがないプラス裏抜けがないから、この押し込めてはいるんだけど攻撃の目線が揃わなくてやれてないって感じだったかな。だチャンスになったパターンっていうのはちょっとあの僕らの今取り組んでる問題というか、取り組んでるものをしっかり出せれば得点取れるし、今取り組んでる守備のところを、しっかりやれれば失点防げるような、まあ、そんな試合だなと思って自信持って臨みたいと思います。今日のスタメン教えてもらっていいですか。今日のスタメンはキーパー高野、フォーバック右から、正気、トラ、レン、左サイドバックマッキー、はい、で、中盤、ダブルボランチ右マーナと左系、うん、で、右ウィング回収、左ウィングが、鍋、うん、ツートップ右がジョージ、左ペイ。おお、なるほど。ってなってくると今日はオバとカワがいないんですね。そうですね、カワは怪我、はい、オバは、体調不良。おお、オバカワはまた不在で今日の試合ってことになっちゃったんですね、うん、まあそうだね。でもまあ考えようによっちゃね、あの開幕戦とか公式戦じゃないだけ、うん、いいんじゃないですかね。川の怪我は大丈夫なんですか、ね、一応2週間って言われてるけど、メディカルにはなんか楽観視できないっていうか、はい、2週間で戻れるとはあんま僕は思ってないですって言われてるね。あ、じゃあ、 まあ開幕なんとか、うん、ギリギリ間に合うかどうかですね。そうだ、そういうところで言っても、じゃあ川じゃない時に普通なら回収になるじゃん、うん、オバが、今日オバを来てたら回収センターバックだから、うん、だからその中で、まあ、トラが今日どのぐらいやれるかによって、うん、回収の、左サイドバックとかでの攻撃力も使えるようになるかもしれないし、まあ、トラの勝負の日になると思うね。そうですね、うん、トラは前回ね、急遽あの先場やって、うん、で、まあ、今日も先場で結構信頼の証みたいな感じなんですか、ね、うん、もう信頼の証ですよ、うん、トラ、ケイ、何を信頼してるかっていうと、哲学をしっかり共有できてるというか、うん、まあ、分かりやすい言葉で言うと責任感だね、うん、やっぱりその1失点のことをしっかりビルドで振り返ってる選手っていうのが、ケイだったし、うん、そうで、トラだったりレンの振り返りだったり、その、まあ、話し合いの精度っていうところで言うと、もうこういう選手たちを中心にすべきだなっていう、でこれが、シュアーボの哲学だっていうのを示してくれる選手に、まあ、試合に出てもらいたいなと思ってますね。失敗から学べる選手だからね、どんどん伸びていくから楽しみです、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日の試合、あの右センバーで出るっていう風に決まったんだけど、はい、聞いた時どう思った。いや、まあ、実はあの事前にちょっとあのもしかしたらそうなるかもしれないから準備しといてねっていう風にレオさんからは連絡もらってたんで、まあ、そのつもりで、まあ、特に今回試合するマーベリックさん、前回も、自分いたので、まあ、その時はサイドバックでプレーしたんですけれども、まあ、相手のそのプレスのかけ方だったりとか守備の仕方、ある程度こうちょっとイメージは立ってるので、そこに対して自分がまあ、今チームですね、やっているその新戦術を遂行するにあたってどうプレーするのかっていう部分をイメージして準備はしてきました。プレスかけるタイミングの良さだったりとか、あとまあ単純にフィジカルバトルになった時にかなり強かったので、まあ、そこを踏まえた上で戦うのがすごい重要かなというふうに思ってます。そうね、今日の試合でアピールしてってもうスタメン勝ちつかみたいね、今日はね。はい、やっぱ自分としてもオプションを増やすって意味でもサイドバックだけじゃなくてセンターバックだったりとかウイングだったりとか、今後自分も、まあ、本当それこそ回収みたいに増やしたいと思ってますし、あとはまあ今後そのリーグ戦戦っていく中でレンとか、まあ、もしくはカワいないっていうの全然想定できるので、そうなった時に自分がこう信頼して、じゃああの2人がいないならトラにセンターバックやってもらおうって言ってもらえるぐらいの信頼やっぱりつかみ取りたいと思ってるので頑張りたいと思います。今日頑張りましょう。頑張ります。まだ入団確定ではないと思うんですけど、うん、ジョージ今日スタメンで使ってみたいっていう気負いとはどういった意図ですか。あの入団した場合にもう中心選手になるからですね、はいはい、うん、
なんでここでもうできるだけ出番を与えて、うん、ジョージにシュアーボのサッカーに慣れてもらいながらコンディションも上げてもらって、開幕戦ではベストコンディションを持っていきたいなと思ってますね。いや本当そうですね、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日2試合目ですか。はい、そうです。どうですか今の気持ちは。そうですね、まあ、前回の試合では、まあ、チームも、まあ、勝ってないですし、まあ、個人的にも、まあ、結果を 出せずに試合が終わってしまったんで、まあ、今日はしっかりチームの勝利に貢献するために必死にプレーして頑張ります。前回の試合ちょっとね、デビュー戦にしたら大雨で、はい、途中出場って難しい状況だったけど、今回ちょっとね、はい、スタメンだからさ、それで言うとね、逆に言うと一番本領発揮しなくちゃいけないみたいな、はい、そういう環境になってきてるね今日はね。そうですね、まあ、せっかくこういうチャンスがあるんで、まあ、しっかり、まあ、チームが勝つためにまず守備をしっかり頑張るっていうところで、前からのプレッシングであったり、まあ、コンプのところをしっかり継続してやって、であと、まあ、攻撃のシーンでは、うん、まあ、自分の課題としてはやっぱシュートの本数が少ないっていうのがあるんで、そのために、まあ、まずはいいポジションを取って、まあ、そこからシュートの本数を増やすために周りともコミュニケーションをいっぱい取って、まあ、そうですね、そういうシーンをいっぱい増やせるように頑張ります。今日初めましてだと思うんですけど、うん、あのマユちゃんっていう女子マネージャーがシャワー入ったっていう、はい、そうですね、大補強。大補強ですね、はい、ジョージよりも補強かもしれない。そうですよ、驚きのね、神戸にイニエスタ来るんだみたいなシュアーボに女子マネージャー来るんだっていう感じで。シュアーボは女子人気ないんですかね、これは。いやいや、すごいありますよ。だってうちのチャンネルだって女性視聴者率 4.8% ですからね。それは人気ある。すごいよ、サッカーの分析よ基本。確かに 4.8% みたいな異常でしょ。確かに 4.8% は異常だな。異常だよ、サッカーの分析で。キラキラした男子がさ、あのドッキリとかやってるわけじゃないんだからそれなら見るけど、サッカーの分析でさ、おじさんが座ってんだから基本。前より上がってきたんですよね。でもそれで言うと、そう、前 2.1%。 あ、確かにすごいよ。だからイケメン選手取ってきてるからかな。うん、いやいや、俺を評価しろよいや、そうなんだけど、わかんないけど、わかんないけど何でもいいけど、はい、あまりにも俺ではないって言われすぎてて突っ込まざるやな。いや、でも女性人気が上がってきたということで、女子マネージャーが入ってるということ。そうですね。どういった子なんですか。いや、わかんないですよ、それは僕がいや、いい子を見つけてねえじゃないですからねそんな社長みたいな呼び方してないですからねマネージャー募集してたじゃん、まあ、シュアボがなんか。僕が説明しますけど、うん、僕があのインスタの質問募集で、うん、あのマネージャーなりたいですっていう子が、うん、女子マネージャー来たんで、うん、あ、じゃあやってみるよみたいな。そうそうそう、入りますよ、全部後付けですよそうそう、さっき会ったばっかりだもん俺うん、でもすごいちゃんとしてる感じの子だったし、もともとサッカー部のマネージャー経験が、あ、やっぱそうなんだらしいので、はいはい、だからそういう子が入ってくれるっていうのは、実務経験もある子って経験者なんで、うん、それいいですよね。そうですね、だからちゃんとした補強なんで、はい、いや、はい、本当そうだと思います、はい、なんであのシュアーボを応援することは恥ずかしくないって全国の女子に伝えてくれる存在になってほしいですね。こっから女性ファンを獲得できる。そうなんですよ、女性ファンっていうのはなんかいるのが不思議みたいなチームになってますけど、はい、全然そんなこと、だってルックスで言ったら全然いい選手さ。いや、そうです、めっちゃいるじゃん、うち。そう、正規とかリオとかかっこいいですからね。そうそうそう、うん、だからそれはね、もうこれは大きな一歩じゃないですか。いや、本当。こんにちは。こんにちは、今日からシュアボ東京のマネージャーになりました、まゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 なんて呼べばいいですか。あ、まゆ、まゆさん、まゆちゃん、何でも大丈夫ですお任せしますはい、じゃあまゆちゃんで視聴者の方お願いします、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、なんでシュアーボに来てみようと思ったんですか。もともと前田秀之くんからこのチームにいるよっていうのを紹介していただいて、で YouTube から SNS 全般に、あと試合も直接で見て、ちょっと結構面白いサッカーだなって思ったので、そこでシュアーボ東京が すごい好きになりまして、応募させていただきました。で自分もサッカーマネージャーが経験あるので、そこからサッカー好きでちょっと見てみようかなと思って見に来ました。どうですか、でも、まあ、今日初めましてだと思うんですけど、はい、今チームの雰囲気というか、なんか一緒に数時間過ごしてみて。そうですね、結構皆さん話しかけてくださったりとかして、すごく楽しい雰囲気で、初めてですごい自分も緊張してるんですけど、全然楽しい雰囲気でいさせていただいてます。はい、とりあえず目標が2部昇格ということなので、チーム全体も含めてその皆さんのサポートをしっかりとしていけたらなと思ってます。じゃあ今日から頑張りましょう。頑張ります。よろしくお願いします。
今日の試合ね全敗してるんで、さすがにこのままと開幕迎えるのはできないと思うんで、うん、ちょっと今日の試合絶対勝ちたいですね。いや勝ちたいね。なんでまあ僕の中で選手に伝えることとか結構大きなテーマもあるんで、なんでまあ注目してください。行きましょう。行きましょう。はい、今日よろしくね。お願いします。一番重要なのはやっぱセットプレーのところ、そうコーナーキックとか深い位置でのフリーキックのところで、今決めてる人につくところの原則あるじゃん。あれね、今日あのマーリック、試合もしかしたら見に来て、見た来た人とかいるかもしれないけど、7番の選手、この選手の落下地点入り能力がすごく高い。だから7番にだけ今日はあのもうまんまく決めるわ。この時は、ケイもう7番について絶対落下地点入れさせない、うん、これだけ今日の特別な戦術で、ここからは、今日の、攻撃のところの話、これすごく重要で、何を、一番いいチームって、まあ、あの戦えるチームって何かというと認識を揃えること、うん、みんながやる目線を揃えるっていうことが、まあ、重要になる。なんでこれもうしっかりみんなにも説明する。うち攻撃の原則 CP じゃん。もうイメージ的に C、 このぐらいのイメージって基本 C。 もうシュアボがうまくいくときってビッグスローごとにコアブレイク、コンプ、クリティカル、もう全部 C だから、うち C のチームだから、この意識でいて、マンマークは K で、スローインは基本的にワンタッチで、ポゼッションしてても何してる時も CPE、 C を常に狙う。これでやっていこう。OK、 以上でした。どうもこんにちは。こんにちは。マーベリック FC マルショーン、フォワードです。よろしくお願いします。もう2回ぐらい戦っていて、ドキュメンタリーにもたくさんお世話になってるんですけども、主に日曜日に活動していて、2回ぐらいショアボさんと戦っていて、今日もみんなで気合い入れてきたんで頑張りたいと思います。もう何回か戦ってる中で本当にチームとしてしっかりしているし、社会人チームらしくないというか、原則があってみんながたくさん走ってすごくいいチームだと思っていて、YouTube 拝見したら新戦術があるみたいなお話も聞いているので、はい、どんな感じなのかすごい楽しみです、うん、そんなにね新戦術がどんな感じなのかあんまりわからないので、もう相手に合わせて自分たちのペースを崩さずにしっかりみんなで頑張って、みんなで走って、みんなで守って、みんなで攻撃していきたいと思います、はい、今日も勝ちます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。得点の7割セットプレーだからね、これめっちゃ重要だからね。よし。自分が、攻撃してるときにやられて嫌なこと考えて、裏抜けだったりプレスバックだったり、セットプレーのときにしっかり進路入られたりとかでしょ。これを相手が攻撃してるときに魂振り絞ってやれるチームが強いから、そう、もう開幕まで時間ないからしっかり毎試合戦って自分の体の中に原則染み込ませよう。はい、頑張ろう。じゃあ、頑張るぞ。ペイペイ、クリアの逃げとこ、そこ共有だからもっと反応よくしよう。行け、行け、行け、もう出ろ出ろ、で行く前、そう、いやマジか、下げろ早く、ダメ、プレスバック頑張れ、それ高野高野、粘れ粘れ粘れ、いや下げろ、しっかり、そう、頑張って戻れ、そう、おっさん、イエーイ、外、外、外、あ、OK、ナイス初期、よく粘った、あ、ナイスさんだ、あ、初期ナイスプレイ、出ろ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 出
はい、外来るぞ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 。やったろ、いけ、そこ、いけ、全身痛め、かけろ、かけろ、その頭こっち持ってましょう、ね、なめ T 字、なめ T 字、ナイス勝利、全体技術的なミス言わないから、一個一個粘れ、粘ってくれればお前らの好きなプレーしていいから、粘るのだけ忘れんな。おいいボールじゃん、来た、よしナイスプレイ、今のちょっと頑張れ、ニオニオ、はい、停滞するよ、しまえ、はい、停滞、ティージやれる時間じゃない、しよう、ワンタッチの落とし先考えてプレーしよう、はい、行くぞ、行くぞ、ナビ寄れ、素晴らしい、よし、よく粘ったペイ、ペイナイスプレー、体入れろ、体入れろ、マッキーナイスカバー、レイよく出た、
出して。いい、ここから粘れ粘れ。ナイスね。はい、裏け裏け。ナイスマッキー。よく粘った。ナイス。ダメ、ナイス。よし、よく責任取った。ジョージ、ジョージ、今日結構オフサイ取るから3歩ぐらいおめえ下がろ。ナイスナイス。いいね、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 素晴らしい。いけ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 、マキ遅れないからいけ。ナイス、ほらマキ落とし、これ前行けね、前行けね、いけ。ないないない、オフない。行ったろ、これ勝ったろ。詰めろ詰めろ詰めろ。マキ素晴らしい。ペイよくねやってた。すいません、申し訳ないっす。TG、TG 早く TG 早く。ソファーがよくロックついてた、マッキリン。よかった。
マッキー頑張れ、ナイス、素晴らしい。ビハインドクロス、ビハインドクロス、いい、質はいい、質はいい、質はいい、粘り続けろ。いい、みんな目線揃ってきてるよ、続けよう、頑張ろう頑張ろう、ナイスオーキはい、センターあげろ、頑張れ、レン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 、クリアとかしたときにレンの声でどこまで開けるか言って、ぐちゃぐちゃになってるからそこで一回ここっていうのをレンが示そう。7に入ったら全力で戻る。ああ、OK、ただできればつくと、そこつくと俺がその後こっち側まで行かなきゃいけなくなるから。そうです、 OK、 よく戦えてる。あの技術的なところは本当にあの調子いい日悪い日あるし、一個のミスさんってプロだって起きるわけだから、もう気にしないで、その分粘ってくれればいいから。だからその点でみんなよくやってくれてるから、このままそこは継続しよう。で、一つ目線の合わせ方として、さっきマッキーがねこう粘って蹴ってくれたとこあるけど、もう確実に近くにつながるっていう判断できない場合はサイドバック裏じゃん。だ、そこを全体で意識持とう。マッキーからのペイみたいなのあったけど、これをこうなった時ペイ行きました、全体がこれだなと思ってスライド早くできる、うん、これやるだけで全然攻撃 の、 あの質変わってくるから。そう、目線揃えて精神的な安定があると絶対技術も良くなってくるから、今のまんま戦い続けてこの目線だけ修正して OK で、あの後半はペイとジョージ逆にするわ、うん、じゃあそれだけ、はい頑張ろう。全体さ、あの意見だけが私は見えてダメだ、怪しい、あれ、あれこれライセンス持ってる、勝つの全部釣り勝ってんのにセカンド一気持ってないやつ、あれ、まあ、あれもう高校だからね、タツが頑張ってるのわかるけど、見た目がないんだよ、お前もそうだよ、あれさ、いや、そらせるし、早い、そらせんのは3分だけど、ジョージジョージ、後ろからロングボールの時に、まあ次ペインになるからちょっとあのその機会少なくなるんだけど、落下地点入るのちょっと早すぎて後ろからかぶされてるから、落下地点分かっても分かったら横から入ってって落とし先に落とすみたいな。だからあの例えば左だったらさ、まあ次左じゃん、こう蹴られると思うよ、この時に一回ちょっと中目を取って、で蹴ってきた時にこう競り合って、そらサイドバック反らして鍋が前向けるみたいな、うん、その感じで。全体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 、ちょっとこれ聞いて、 K がマンマークつくのは浅い位置のコーナーに近い時の役割だけだから、あの普通の浅い位置のセットプレーの時はいつも通りやって、うん、いつも通りただダウンして弾き返す。コーナーに近い形だったり深い位置でのセットプレーの時には人を入れさせないやつ、そこちゃんと目線揃えよう、はい、はい、出ろ、まだよ、まだよ、
ペンセル回収、それ頼んだぞ。次回転点ずれるぞ。いけ勝利。ナイス。ナイス、ジョージ。初見アスプレもう出るって決めたら出ないとダメなんだよ。一番中途半端にしてもらったから。
あーすげーよく戻った。回収絞っていいよ。鍋ナイス、これうまいだろ。粘れ、うわ素晴らしい。中はい、カバー、トラカバー、手戻れ一回、粘れ、上司頑張れ、鍋頑張れ、鍋頑張れ、マッキーマッキーマッキー、ナイスキック。はい、ここ大事、ここ大事、マナケー声出して、いいね、いいね、出てけ、出てけ、ナイス、回収回収、ナイス、回収回収、今のスペースでいいよ、スペースで、その方が点で合わせられる。はい、ここチャンスだぞ、正気正気、さっきみたいに迷った場合はもう出ちゃおう。そう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 、素晴らしい。そうそう、ファーファー、頑張れ、いけ、横折り返した、ナイス、ジョージよかした、そんなことやるんだ、すごい。はい、守備しっかりいくぞ、プレスバック緩んだらすぐ相手の流れになるぞ。
ゆるむら回収。ナイスオッケー。前にいよ、前にいよ。ボールか。ボール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 。ボジョージ、いや、ジョージナイス、よく頑張った。ショーキー、裏ケア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 でいい、ショーキー。そうそう、マラトン行け、マラトンが釣れろ。ナイス、よく頑張った。返し頑張れ、返し、そこ行け、そこ行け、返し頑張れ、絞ろう、きついけど絞ろう、返し。はい、全体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 。オッケーオッケーオッケー、やるぞー。ゲームセカンド、粘れ。オッケー、絞れ。ナイス、ナイス、ナイス、今のジョージの返させないプレス良かったな。早めにボール離したいけどな、やっぱプレス早いからな。安全に行こうとしたらやっぱきつくなんだろうな今の俺だと。シャッター。ナイス。うお。
タックルナイスプレイ。全体奪った後囲まれる前にサイドバックの徹底で。翔太左サイドバック入れる。で、マキ上げて鍋右にするか。翔太、翔太、翔太右サイドバック。レフェリー交代お願いします。鍋右ウィング、鍋右ウィング、マッキー1列上がって、マッキー1列上がって、左サイド翔輝、左サイド翔輝。あ、全然釣れろ。 T ジャーレマッキー T ジ、はい、配置変わったけどやること一緒よ俺ら。おし、前でいい、前前前、ゲーナイス、ナイス、ゴー、引っ張ってる、引っ張ってる、4番前でいい。ナイスプレー。ジョージ呼べ、追い越して呼べ、ジョージ。ナイスプレー。うわ、やだな。ナイス、上げろ、ジョージベイ頑張れ。ナイス、マキウラ、はい、ここ声かけ合うぞ、ここ声かけ合うぞ。マナト？うん、そう。りょう、りょう、りょう。りょう、出るぞ。あ、1分ないよ。あと 2? ないない。あと1分、あと1分。マナの役割そのままで。ナイスや。
ラブリーレイリー交代お願いします。マルト、やばい、行くで、マーク集中、マーク集中、ロック、ロック、ナイスプレー。いや、量大きい仕事したね今ね。ナイス量。量めっちゃいい仕事したな。うわ。裏でいいぞ、裏でいいぞ、ナイスだ。はい、戻るペイ、最後頑張れ、もう1分もないぞ。はい、コンプコンプコンプ、裏でいい、裏でいい、裏でいい、サイバー裏だ、サイバー裏、いって、インターナルサイドバック入って、インターナルサイドバック入って、インターナルバック、あ、落ち着いて、ゴーゴーゴー、裏裏裏裏、そうそうそう、前でいい、前でいい、オッケーオッケー、よっしゃー、よかった、ナイスファイト、やばい、ナイス、ナイス、やった、ナイス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 、あの、みんなに言いたいのは、最後さ、やっぱちょっと釣ってる人とか体力的にきつい人出てきたじゃん。あそこでやっぱり俺らの方が技術的にブレてるとこあったけど、それでも勝ち切ったのなんでかっていうと、走ったからだよ、戦ったからだよ。だから戦える選手増やしたいから、ここから食事気をつけて、しっかりあの普段から走り込んで、うん、今日みたいにあの公式戦になっても戦い切って試合勝ち取る、うん、勝利で終われるチームでいいよ。そのためには普段からのみんなの戦い方が大事になってくるから、うん、毎日を戦おう。 OK 頑張ろう、お疲れ様。せーの、チョップチョップ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。押田達樹で、ポジションはフォワードです今は。まあ、試合を通して、まあ、自分のやるべきこと、はい、できることできないことっていうのはあるので、まあ、自分に関してはまあ背負ってボールをキープするっていうのが自分の中で苦手なので、なるべくそういうのは、はい、まあ、周りと話しながら、俺こういうプレーがちょっとできないから、その分お前頼むなみたいな。で、自分の持ち味としてはまあ競り合いだったり、背後の裏抜け、まあ、シュート、ポストプレーっていう部分なので、まあ、意識しているところとしては、まあ、味方とコミュニケーション取ってみんながやりやすいようにやってるっていう形なんで、まあ、自分で意識してることっていうのはそこまでないですか、ね、すいません、本日は対戦ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。今日の試合どうでした？見てもらった通り、今期のとか今後もシュアーボで本当に J リーグ上がってトップになるまではもう華麗なサッカーで見せるみたいなのは訪れないですね、そういう時は。っていうかそれでいいと思った。うん、うん、もうあのうちシュアーボを見るときには、それいいプレーが出るときは素晴らしいよ、うん、でもそれをベースとしたサッカーはもともとやってるつもりもなかったけど、より一層ね、もう戦い方が決まったね今日で、うん、っていう試合でしたね。で、何より皆さんの思いと自分自身の思いと、うん、いろんな方のこうご支援があってのシュアーボでやっぱ結果を出すっていうのが一個なんで、うん、ってなったときに今日はまああれですよ、本当に僕も含めてですよ、俺らの方が下手だって絶対、うん、でも勝ったっていうのは、うん、それは何でかっていうと、目線揃えながら今日できることを戦い切ったっていう、うん、そう。でこれがこの試合多分ね3部ガンガンあると思うんだよね、こういう試合。そうですね。そうってなった時に、じゃあちょっと
よく出してつないだところとか、ちょっとサイドバック裏で目線揃わなかったところとか、そういうところ、あとは、まあ、今日高野があのセーブしてくれてなかったらね、そうですね、うん、あそこで同点されて、もしかしたら負けてたかもしれないから。うん、ってなると、やっぱりしっかり守備としっかり戦うところやって、そこからいいプレー出るかどうかっていうのは、二の次の話、勝つサッカーで仕上げて、公式戦入っていこうと思いますね。今日それの覚悟がもともとあったけど、もう完全に固まったっていうような日でしたね。うん、レンいるといないと、やっぱりディフェンスライン全然変わりましたね。いや、全然違う。なんなら本当ね、宣伝じゃないけど、レオ坂学園入っていただいて、フルで見ていただくともっと分かると思いますね。なかなかディフェンスのね、ここ良かったですってシーンばっかり出すわけいかないから、あれだけど、もうね、セットプレーの時の役割の整理もそうだし、レンいることによって、ふわっとする時間がなくなるんだよ。そこだね。どうでした、今日の試合は。いや、そうですね、まあ、復帰戦ということだったんですけど、本当、自分がピッチ入ってからには、まあ、自分以外の、自分の仕事しっかりした上で、自由に全員動かして、自分勝たせるっていう思いでやったので、まあ、今日はその、まあ、情熱っていうのをうまく表現できたのかなと思います。復帰戦しんどかった、まあ、しんどかったですね、頭しんどかったですね、めちゃくちゃ。うん、まあ、特に前線7番で、やっぱりなかなかね、うまく奪えなかったりとか、ちょっと入れ替わりかけたとかあったんですけど、でもやっぱ、その信頼できる仲間いるんで、プレスバックして L 字作ってみたいな原則守った上で仲間を動かして、自分のできる精一杯の仕事はできたかなと思います。いや、すごいっすね。うん、本当嫌なことを常にしてくるんで、なかなかうまく立ち回れなかったんで、まあ個人で解決できるのが一番なんで、そこは課題っすね。まあそうですね、まあもともと前線やってたんで、やっぱそこの3人目の動きとか、相手の背後取る動きとか、瞬間的に動くの得意だったんで、その過去の自分の経験生きたかなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日の試合どうだった。そうですね、まあその失点しなかった部分で、まあディフェンスラインも、まあ、ディフェンスラインだけじゃないですね、ボランチ前線含めてしっかりゴール前の部分、まあやっぱり相手前回と同じで強力なフォワードいましたけど、そこに対してこう全員で粘って、ゴール前守れた部分だったりとか、あとはやっぱりそうですね、目線揃えて1、2本目通してゲーム戦えたっていうのがすごい大きかったかなと思います。どう、レンと通戦場初めてだっけ組んだの。そうですね、まあ、初めてぐらいか。ほぼ初めてだと思います、多分。はい、レンとの通戦場は結構得るもの良かった気がします。まあやっぱり客観的に見ると高さの部分でやっぱどっちも小さいんで、不安はあるかもしれないんですけど、やっぱりレンが落下地点入るの上手いですし、そこでしっかりフォワードに対しても競り合い勝ってくれたりだとかで、自分がカバー入ってクリアの飛距離出すだとか、そこはこうなんていうんですかね、適材適所でうまくできたかなと思いますし、あとはやっぱお互いに信頼関係きちんと作れてるんで、その部分でこう常に声かけ合って、いい、お互いにいいコントロールができたかなと思ってます。うん、まあどうですか今後、まあ、トリーグ開幕に向けて、まあ、実は3月にも入りましたし、この試合と、はい、もう1ヶ月切ったわけで、うん、どういう風に仕上げていくか。もう哲学徹底的に共有して目線揃えて、うんうん、得点パターンと、ボール奪えるパターンをもう仕込み切ります。だからある意味そのボール持ってる持ってないでいうと、持ってないのが守備的だとしたら、うちは守備的かもしれないけど、常にゴールに向かうサッカーを仕上げていく、うんうん、持ってる時のゴールへの向かい方、持ってない時のゴールへの向かい方、うん、ちょっと皆さんにそこはお見せできるようなチーム作りしていくんでっていう感じですね。そうですね、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうですか、前さんの印象というか。いや、もう本当になんかしっかりやってくれてて、みんなが気使って話しかけない感じで、一人でいる時間多いから、はい、おじさんが話しかけた時もありましたけど、逆にどうでした。結構選手の皆さんもそうですし、はい、レオさんとか笠原さんもすごい気軽に話しかけてくださったので、うん、雰囲気もよく楽しく初めての日を迎えることができました。よかったです、はい、それは何よりです ねでね、その初めて来てくれた日にね、今まで勝ってないチームに勝ったからね、勝利の女神ですよ。ありがとうございます。よかったです。どうでした今日見てて、誰がちょっとよかったとか、なんか今日優しくしてくれたらいいでしょうか。ピッチ内の MVP とピッチ外の MVP。 ピッチ内は誰ですか。ピッチ内はちょっといつも思ってるんですけど、カリッシュさん。ああどこが良かったですか。やっぱりもうずば抜けて足の速さと周りの速さっていうんですか、うん、がもう結構 YouTube から見ててすごいなっていう思いました。へぇー、カリッシュなんですね。カリッシュがいいですね。じゃあピッチ外は。ピッチ外は迷うんですけど、はい、ちょっと2人挙げてもいいですか。はい、2人目マナトさん。マナト、はい、と
もう一人、川さん。おっ、ね、どこが2人まずマナト。マナトさんは、はい、初めここに来た時からすごい、どこでサッカーマネージャーやってたのとか、うん、いろいろそういうプライベートの話を声かけてくださって、気を使えるマナトね。そうですね。で、そこで話が弾んだのもそうですし、で、川さんはその手話僕がやってるアプリの教え方とか、うん、すごい優しく丁寧に教えてくださって、で、声のかけ方もすごい丁寧だったので、ああ、すごい印象的でした。僕はもう一人でさっきシャドーボクシングしてるとこしか見てなかったんですよ。あ、見てました。なんでシャドーボクシングが良かったのかなって思ったんですけど。違います。違くてね、はい、ビルドとかそういうののやつを、ね、はい、教えてくれたから、はい、いや、良かったですね。そのだから早く怪我治った後のプレーをちょっと見たいです。変わるね、はい、はいはい。川どう、それ聞いて。まあ、照れちゃって。はい。これからもちょっとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。